ルサービスです。大変申し訳ありません。当メインユニットへのアクセスにはサブユニットのロック解除が必要です。お手数ですがよろしくお願いいたします。上昇中、ラインSによる塔への侵入を警戒しているためと推測。邪魔するな！くそ、キリがない。友軍の反応は？友軍？君たちは？ラインS。来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、ポポル、どうしてここに。約束しただろ。は？何言ってるんだ。ナインエス、今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは塔に入ってから説明するから。くそ。ナインエスはハッキングに集中して、こっちは任せろ。エネルギーで防壁を一時的に麻痺させることが可能。それじゃ入れないのと一緒だ。
敵は。ポポル、ダメだ。その防壁は自己閉鎖系アリゴリズムで侵入だ。私たちが犯した罪を償うんだ。こんなことしたら君の回路が。デボル、今だ。デボル、お前は後悔するなよ。
Thank you.
以上が旧時代に管理者と呼ばれた彼女たちの個人記録だ。そう。疑問。なぜアンドロイドデボルおよびポポルは常に同時に死を選ぶのか。当該状況からの単独離脱は可能であり。僕には君に理解できないことを祈る。了解。疑問。なぜこの塔に入り口が用意されていたのか。資源搬入は上空から行われていることを確認。外部からの侵入路が用意されていることは不自然。予測罠。罠でも何でもいい、皆殺しにするだけだ。